どうも、近藤真由です。皆さん、静岡が誇るあの有名人といえば、そう、久保ひとみさんです。あの静岡県民で知らない人はいないという、認知度 100% の超超超静岡県で有名な久保ひとみさんと、なんと私近藤真由が僭越ながら一緒に CM に出ることが決まりました。嬉しい。私静岡県出身なんですけれども、もう小さい頃からずっと見てましたから、久保ひとみさんのことは。パン粉の CM で共演させていただいたんですけれども、ちょっとね、その舞台裏を撮影させていただきましたので、ぜひぜひ今日はみんなにちょっとね、最後にね、完成した CM を流させていただこうと思うので、ご覧ください。これは、まあそのお好みなので、じゃあいきますね。いやいや、いいです、いいです。オッケーです、オッケーですよ。バッチリバッチリ。いいですね、いいです、いいです、いいです。オッケー、オッケー、オッケーですね。はい、じゃあ、いきますね。カラッと揚がるよ、カラッとパン粉、カラッと美味しい、カラッとパン粉。はい、カラッと美味しい、カラッとパン粉、フライはカラッとパン粉。いいっすね。うん。もうちょっと先、短いの。まあ。はい。はい、行きまーす。まあ。それでもう一回、低い、低めに行きましょうか。乾燥してね。そうだ。うん、あの湯がね、さっき押さえつけるやつになってますよね。ね、なんかね。下につけときましょうか。そっから3、はい、エビフライ書きます。じゃあもう一回2杯いきますね、はい、エビフライからちょっとここ、あ、そうですね、ないですね、ちょっと2杯いきますね、はいはい、3、2、エビフライからっと、いいですね、はい、エビフライカラッと、いいっすね、うん、そう、ここに娘がいるとして、はい、そうですね、
外の絞りに合わせてもらえばこっちで奥のあれもあってもなくてもちょっと自然にここで、うんですか、うんの時もあっち、あ、うん、うんは、うんもそうですね、うん、ここはもう、もう明らか分かってるっていう、もうね、でもそこから座る瞬間だけでいいかもしれないです、うん、うんうんうん、今夜はエビフライカラッと、ママのフライが大好き、まあ、生パン粉で揚げるからフライがカラッと、どういい仕事するのね、カラッとパン粉がズコー、うちは代々大川食品のカラッと、ママのきなこ餅が大好き、まあ、チンしてきなこと砂糖を混ぜるだけ、どういい仕事するのね、安倍川きなこがズコー、うちは代々大川食品の安倍川きなこ、ママのぬか漬けが大好き、まあ、きゅうりをつけて一晩寝かせば完成、どういい仕事するのね、大川食品のぬか味噌がズコー、うちは代々大川食品のぬか漬けパック、え、ついでにね、私近藤麻衣の CM もたまに流れていることがあるのでこれなんですけれども、誰かの毎日がほんの少し暖かくなったらいいな、カバーソングアルバムマーマレード近藤麻衣で検索。へえ、どうですか、あの撮影ということでね、ちょっと緊張もしたんですけれども、久保ひとみさんが本当に優しい方で、周りのスタッフさんも本当にいい方ばかりで、大川社長さんともお会いしたんですけれども、本当にねかっこいい、すごい、あ、社長さんだ、すごい素敵だっていう方でして、で素敵な環境に私も CM に参加させていただきました、私のねあのオリジナル曲とかも別パターンの CM に使っていただいていまして、もう静岡県民の方にはね4月からね1年間かな流れるそうなので、ぜひぜひチェックしていただけたら嬉しいです。ということで今回はね静岡県の CM に出てるよっていう、お知らせでした。パン、カラットパン粉めっちゃ私も今使ってるんですけど、パン粉の大きさも大きくて、なんか生パン粉って初めて使ったんですけど、すごいサクサクして出来上がるのですごいおすすめです。というわけで近藤麻衣でした。よかったね麻衣ちゃんって思ってもらえたら、 YouTube の方グッドボタン、チャンネル登録、それから Twitter、Instagram、TikTok もやってますので、ぜひぜひよろしくお願いします。近藤麻衣にお仕事頼みたいなって方はホームページのコンタクトの方から待っております。それでは近藤麻衣でした、バイバーイ。カラッと揚がるよカラッとパン粉、カラッと美味しいカラッとパン粉、フライはカラッとパン粉、イエーイ。今回2人で CM 撮らせていただきました、見てくださいね、見てください静岡のスターです いくつでしょう